インタビュー。こんにちは、堀真奈です。インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお送りしています。 YouTube のチャンネル登録、 Podcast の番組のフォローよろしくお願いします。そして早川さん、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。突然こう本題にというか話に入っていきたいんですけ ど、はい、なんか最近面白い自販機っていろいろ出てるのご存知です？面白い自販機いきなりなんですけど。あ、全然僕外出ないんですいません。あ、そっか。なんかパフェの自販機とか、なんか出汁の自販機とか、なんか餃子の自販機ならあるよ、うちの近所。あ、そうなんですね。そんな感じでしょ。そうそう、で最近こう面白自販機がいっぱい出てる中で、この間歩いてて、もうすっごい嬉しい自販機を見つけて。何ですか？馬刺しの自販機です。馬刺し好きなの？めっちゃ好きです一番好きです、お肉。あ、でもマジでかな。まあでもそのくらい好きってことね。あ、それはまた渋い。渋いし、そもそも馬刺しの自販機って一番気をつけないとね。もうすぐ誰かがさばいてすぐ納品してるってことでしょ、うん、そうなんです。冷凍じゃないんでしょ？冷凍です。冷凍か。そりゃそうだよな、やばいよな生だ夏とか困っちゃう。すごいね。それ何、どこに？都内？いや、千葉だからうちの近くというか、うん、そこら辺を中心に展開してて、で販売元も千葉県のとあるこう馬刺し馬のお肉屋さん、うん、でなんか何個かこうそれこそ千葉を中心に展開してるみたいで。え、あのさ、俺もその餃子の自販機しか知らないからあれなんだけど、 俺がその近所の餃子の自販機は、自販機って言ってもあのいわゆる自販機がドンと道にあってそこに餃子が売ってるんじゃなくて、うん、一応店舗になってて人はいないんだけど無人で、そこになんかそういう自販機っぽいのがあって、うん、あの餃子がそれが焼いてあるやつなんか、あのどっちか分かんないけど、うん、あのっていう感じなんだけど、そのマナさんの馬刺しはどういう感じなんですか？あ、なんか店舗もあるから店舗の前にもあるんですよ。でもそれ以外にもいろいろ展開はされていて、うん、あのこの間見たのはあの美容院の隣にありましたえ、それはさ、なんだろう、建物の外に普通に自販機として置いてあるの？どういうか。普通にあのだからいつも飲み物を買うあの自販機と同じテンションで馬刺しの自販機が。すごいね。それ買ってる人いた？私です。私。あ、それ見つけて買ったの？あ、最初は噂を聞いてその目的で行ったんですけど、うん、ついお散歩してたら見つけたから、思わずそれはあの飲み物を買うのと同じテンションで購入。すごいね。それいくらで売ってるの？2000円3000円ぐらい。あ、すごい。で、そのなんか冷凍のが出てきて、それ自体もなんかドライアイスとかと一緒で袋みたいに出てくるとか、どういう感じなの？想像がつかない。ドライアイスもあの自販機の中で確か別で売ってるんですよ。で、なんかパックに入って、でその中に保冷の銀色の、うん、あの袋で、その中に冷凍の馬刺しが入ってて、早く持って帰ってねっていう。すごいね。まあ、でもニーズがあるってことだし、そこの馬刺しは美味しいんだ。美味しかったです。すごいね。まあ、でもあれなのかね、やっぱりこのコロナとかのでそういう無人でというかさ、どんどんそういう流れ来てるから、うん、まあ、その一環でっていうのもあるのかな。かも。最近の取り組みではあると思うんで、うん、パフェもすごいね、うん、なんかカンカンに入ったパフェが。そうか、それどっかで見たな。そうか、ケーキとかもあるよね。あ、そうです、そうです、そうです。これ誰が食べるんだろうって思うんだけど、まあ、まあでもちょっとそれはなんか楽しいあのゲーセン感覚みたいなのもあって、ゲーセンって言ってもでも決まったの取れんのか。うん、ただでもめっちゃ人気ですよね、並んでたりとか。これ誰がみたいにここ思ってる時点でもう頭の固いおじさんになって僕も馬刺し買っていきたいと思います。はい、ちょっとお正月太りはちょっと引きずらないように気をつけてはいきたいんですけど、晩酌と馬刺し楽しんでいきたいと思います。ということで、今回も本編に入っていきます。はい、今回は、どなたにインタビューされたんでしょう？はい、今回は小説家の、沢村一さんです。これ、まだ放送日、収録日にはインタビューされてないんですね。はい、まだお目にかかってないですが、沢村さんはですね、以前から実はずっとインタビューしたいなと思ってた方でですね、まあ、ずっとね、ホラーとミステリー、この掛け算で小説を書かれてきた方でですね、デビュー作がやっぱり一番
一番というか、まあ、全部面白いんですけど、インパクトではあったかなと思うんですけど、ボギワンが来るというですね、うん、小説で、まあ、衝撃のデビューを果たした方なんですけども、映画でね、来るっていう映画があったんですけど、まあ、それご覧になった方は結構いるかなと思うんですけども、そのボギワンが来るのこのシリーズがですね、多分5作ぐらい、その後も、出てて、まあ、とにかくそれが、めちゃくちゃ面白くて、年もね、僕と1歳ぐらいしか変わんないんですけど、そうですね、この、そうそう、沢村さん、まあ、非常に新進気鋭の作家として今注目されていて、うん、ほら、全然また切り口は違うけど、例えば、なんだろう、マナさんが好きな辻村さんもいるじゃん、辻村瑞稀さん、うんうんうん、のまあホラーとかミステリーって言って、まあ、またね全然違うんだけど、うん、もう沢村さんもやっぱり怖くて面白いという切り口でずっとやってきた方で、で今回これは去年出た一応今も最新刊になるのかな、邪教の子というですね、本にある程度フォーカスしてお話を、聞いてきました、まあ、まだ聞いてませんが、はい、この収録時は、はい、なので今までそのボギワンが来るはじめとしたですね、そのシリーズがあったんですけども、それとは当然僕この本はもう拝読してるんですけど、いい意味でちょっとまた違う、チャレンジをされていて、まあ、非常に面白かったんですけども、うん、やっぱりね、この本も含めてどういう、まあ、思考と思考、思考と思考って言葉で言うと分かりませんが、思う方の思考と普段どういうものに興味を持っていて思考する方、うん、なるほど、まあ、その辺をねいろいろ、邪教の子についてお話伺いつつその辺も迫ってみたいと思っています。めちゃくちゃ気になるということで、はい、早川さんと沢村さんのインタビュー第1回をお聞きください。沢村さんのツイッター拝見してて、はい、1月25ぐらいですかね、なんかツイッター見てていろいろな事柄の妥協策として、はい、家からチャリで10分のところにある安旅館で試験的セルフ缶詰中というつぶやきを見たんですけど、はい、これは缶詰になって原稿書かれてたのかなとかなんかちょっと気になったんですけど、この辺は内緒なんでしょうか。原稿書いてました。あ、本当ですか。なんかつかぬことを伺いますけど、はい、いろいろな事柄の妥協策っていうと、なんか僕なんかは、まあ、さっきお話したように家に子供がいたりするんで、なんか集中できなかったりとか、いろいろあってなんですけど、はい、どんな感じなんですか、沢村さんは。ちょっと子供いるのもそうですし、はい、あとまあ、事務所を借りてるんですけど、はいはい、こういうご時世になってからほぼ行けてないんで。ああ、そうか、そうか。だから、で、だから、なんですか、一人にはなりたいけども、あんまり遠くには行けないっていう、若干距離があるんで、事務所に。ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。あ、そうか、そうか。で、なんていうんですか。で、ちょっとで、ついでにちょっと若干知らないとこも行ってみたいなっていうんで、本当に、はいはい、ガリンコで10分くらいのところにある。あ、そうなんですね。前に、なんか、なんですか、サラリーマンが素泊まりするような。はい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 。はい、そこに、もう、なんですか、電話予約しかできないとこです、ようなとこなんですけど、そこに電話して、明日行っていいですかつって行って2日泊まって帰ってきました。その成果はあったんでしょうか。ああ、まあ普段よりはかけましたよ。ああ、なるほど。なんか勝手なイメージですけど、沢村さんが泊まるこう安宿っていうとちょっと勝手におどろおどろしいみたいな想像してますけど、全然普通の綺麗な。あ、この背景これですよ。ああ、ここがまさに。あ、これ画像なんですけど、はい、なんすかボロくていい、それをバーチャル背景として、はい、実家で撮って加工してそれっぽくあ、いいですね。土日は、まあ割と、もうお子さんと一緒っていうことだったんですけど、まあいろんなやっぱ作家さんのタイプあると思うんですけど、割ときっちり、時間もある程度決めてて、平日、かつ、まあ自宅だったり事務所でだったみたいなスタイルなんでしょうか、執筆のスタイルっていうのは。ああ、そうですね。逆に絶対書けない時間っていうのはあるんで、そしたらもう、ほぼ書けないですね。それがない時というか、まあ、お子さんが生まれる前とか本当に独身の時とかっていうのはもう全然もう夜とか夜中とか。あ、単純に言うと夜型でしたよ。あ、本当ですか。朝7時に寝るとかそういう生活を送ってました。そうなんですね。じゃあ、うん、まあそれがまあある意味仕方なくこう規則正しくなったみたいな。そうですね。さすがにそれをその周期で子供を育てるわけがないので、うん、そうですよね。なるほど。この邪教の子についてフォーカスでいろいろ伺っていきたいんですけど、実際これまあ、当初のプロットと連載では犯人は別だったり、まあ、書籍では結末が異なるとかっていうのは結構意外だったんですけど、まあ、改めて
今半年もうちょいですかね、これ出版されてから経ってあえてな質問ですけど、沢村さんご自身でこの作品トータルでこの本の自己採点っていうのは、まあ、いろんな意味で含めて判断をお任せしますけど何点ですか？点数で考えたことないですね。どの本もやり残しがあるっていう意味ではどの書いてあるやつ全部0点ですよ。そのやり残しっていうのはなんか読み返したら全部もっともっと書けたなと思うんで、そこはもうどんなに時間かけようが、うん、どんなにこっちが詰めようが、はいはい、これは絶対出ますね。これはまあでも小説以前の小説、この仕事をする前から一緒ですね。後悔残さずに、残さなかった仕事なんか一個もないので。若干もすいません。またまずちゃんですけど、これも、異形コレクションも読ませていただきます。ありがとうございます。はい。ちょうどこの異形コレクション見ながら思ったんですけど、ちょうど3年前ぐらいですかね、井上雅彦さんとの対談を多分されてたと思うんですけど、そこの対談を読んだことがあって、そこで確か井上さんがなんか、その時はまだ異形コレクションが復活したかしないかのタイミングで。はい、全然前ですね。ですよね。で、なんか復活の際には声かきたいっていうふうにおっしゃってて、はい、で、はい、まあね、まさに本当にされて、これ確か狩りの季節、今、サムス連続で書かれて、今これ2作目っていうか、あれですかね、この。いや、4作目ですね。あ、もう4作目ですか、すいません。復活してからレギュラー出演させてもらってるんで。あ、そうか、そうか、そうか。これも実際読ませていただいて。まあ、そんなことも、ちょっとその、異形コレクションの時の、その3年前の対談を今回改めて拝見したんですけど、なんかその、はい、その時のインタビューでは、こうおっしゃってたんですよね。デビュー作から一貫して怖くて面白い話にこだわってきたと。で、あわよくばびっくりさせたい。で、その二つがやっぱり沢村さん大きく語ってらっしゃって、まあ一般性も大切にしたいっていうふうに、そこでは少なくても記事では書かれてたんですけど、はい。そういう意味では個人的なんですけど、今回この邪教の子ってすごく、まあ意外だったっていうか、なんでしょう。ネガティブな意味では決してないんですけど、誤解を恐れずれば、怖さがあまりなかったなっていうところが感じてですね。どちらかというと、その、抜群に面白いと、あと当然そのびっくり、あわよくばびっくりのびっくり、やっぱり二段階構成とかラストの部分とか、で勝負されてるように感じたんですけど、その辺っていうのは沢村さん、この邪教の怖さっていう意味では、今回は、どういうふうに、まあ、その考えられていたかとか、まあ当然全くないっていうことはないと思いますし、僕のすいません、感覚がちょっと逆にずれてるだけかもしれないですけど。そうですね。今回はちょっと超自然的なことは書かない感じで進めたんですけど、うん、これはちょっとあれですね、仕事の進め方というか、他の会社とは違う感じの進め方だったんで、割とこう、なんていうんですか、はい、別に他が全然何も言ってこないわけじゃないですけど、うんうん、干渉してくるタイプだったっていう感じですね。ああ、なるほどね。なんかそういう意味では、なんて言うんでしょう。これまでとはその打ち合わせとか、まあ細かくっていうのはあんまりなかった。で、さっきも軽く僕触れましたけど、やっぱりその当初のプロットと連載と犯人は別とか、書籍で結末コツは異なるとかっていう意味では、そういう意味では、もし、まあ完全に沢村さんの主張主義が全部通る本っていうのはなかなか、まあないかもしれないですけど、そういう意味ではただこれまで以上に今の話伺ってても、そういう話し合いも含めて、そちらの、まあ移行っていうとちょっと、それだけじゃないかもしれないですけど、まあバランスを取ったというか、いいか悪いかって沢村さんおっしゃいましたけど、なんかその辺を今までと違う形に結果としてなったっていうのは、もちろんね、編集者の方から言われてってもありますし、出版するっていう意味で、なんかその他にも沢村さんご自身でちょっと今までと変えてみたみたいな部分は今の話であったんですか？それか、まあ単純に話で編集者といろいろ話して、まあ変な話、最後、そこは逆に編集者さんを信じて折れたみたいなとこなのか、まあざっくばらんに。ああ、そうですね。いや、なんか、そういう意味での後悔はあるっちゃあるんですけどね、やっぱもっと、はい、もっと変化した方がよかったのかな、とか。作品のことを見てちゃんと議論できたのかっていうのはちょっとあったんですよね。はいはい、はい。未だにあります、正直それは。多分これも、別によその出版社も多分今後もずっとあると思うんですけど、例えばどっかで、ああ、なんか、ごちゃごちゃ言い合いするのめんどくさいなと思っちゃったから、いうこと聞いちゃったのかとか、ちゃんとこう作品を良くするための努力を最後までしたのかっていうのは、人と、うん、まあ別にここの会社、この本だけじゃなくても、どの本でもこれから一生ついてもある問題ですね。はいはい、だから要するに分かりやすく言えば、はい、単に眠くて早く話を終わらせたかったから、はい、分かりましたやりますって言っちゃったとか、そういうレベルのことが一切なかったとは言えないんじゃないかっていうのは常にあって、今回それは一番大きかったっていう話ですね。あ、話が多かった。単純に話が多かったから。まあまあそうですよね。はい、沢村さんの中では今、その、だから、編集者さんとのやりとり、その超自然的なことは今回はっていうことに関しては、ちょっと細かく伺いますけど、沢村さんとしてはこの作品に関しては、どっちにしても入れないつもりだったというか。なんか、プロット最初に書いたやつがそんな感じだったんで、今回こっちの方がいいかなと思って渡した感じですね。うん、まあ、その一方で、怖いっていう意味で言えば、ちょうどその対談の時も、
怖くて面白い話っていう部分はあったと思いますけど、怖いの定義についてっていうのは、本の旅人かなんかで、語源が来るかなんかのデビューの時の話で、怖い話っていうのは、その、怖い対象そのものは書かず、出来事とそれに対するリアクションを徹底して書けばいい。だから話はシンプルってあったんですけど、逆にその、あれから7年経って、今度怖いの定義じゃなくて、いわゆる面白いの定義っていうのは、なんか沢村さん、今どう考えてらっしゃるのかなと思ったんですけど。面白いの定義ですか。まあ、それが分かったら苦労しないですね。ではあるんですけど、それなりに、なんていうでしょう、怖いに関してはさっきお話したように、当時はそのいわゆる外側を書くことによってというか、怖さを出していくみたいなことがあったと思うんですが、面白い。まあ、定義っていうと難しいかもしれないですけど、今その、今の現時点で面白さを書く以上、なんかまあこだわってることとか、まあそれはテクニック的なことなのかちょっとわかんないですけど。そうですね。読んでる間夢中になってれば、それが面白いじゃないですかね。うん、それが、ね、ポジティブな感情であろうと、ネガティブな感情であろうと。それはもちろん時間が経つのを忘れて読むっていうのが一番僕としては理想ですけど。はいはい。まあ、だから引き込むっていうんですかね、単純に言えば。うん、そうするには、それが多分面白いと、ほぼ似合いイコールだと思うんですけど。当然この邪教の子もその設定が、ね、ニュータウンの話っていうところもありますし、そのキャラもいろいろ立ってると思いますけど、まあ一般的にその設定ってキャラ設定とストーリー設定とあると思うんですけど、基本的にどっちから先とか、なんかあと今回はどうだったとかってありますか？まあ、基本的にはお話先ですね。お話が先。はい。趣向かな？趣向。趣向です。今回前半と後半で話が変わるっていうのをやりたくて。あ、そうですよね。二段階構成っていうところですよね。ええ。うんうんうん、そのためにお話考えて、そのためにキャラクター作ってって感じなんで。あ、じゃあ今回はまさに、すみません。確認、認識があって確認なんですけど、もう究極的に邪教の子、うんぬんの前に、まずとにかく二段階構成やりたいっていうところからあったってことですね。そうですね。なんかのインタビューで、フロムダスクティルドーンとかの説明もしてくださって、ね。ああ、そうですね。はい。はい。なんか僕、ね、ですよね。なんかその辺がすごいしっくりきてて。で、まさにフロムダスクティルドーンって、まあ、ぴったり半分だったかわかんないですけど、なんか激変するので、今回これ、邪教の子も Kindle で読ませていただいたんですけど、今回の主人公が出てくる、主人公なんですかね。僕の中では、まあ、矢口が、まあ、当然一人の主人公だと思うんですけど、出てくるのがちょうど Kindle で 45% からだったんで、なんて言うんでしょう。僕は全然小説も書いたことないんで、あくまで想像ですけど、いかに沢村さんがこれまで書かれてきて、まあ、今回二段階構成するにしても、本当にこう、まさに、もう半、まさにど真ん中の半分から真っ二つでこの二段階で次の段階行くみたいな、結構思い切るっていうのは、まあ、その決断して当然書かれてるんで、チャレンジングだったと思うんですけど、実際本当に半分まで次の展開が大きければ来ないっていうのは、なんか書いてて心配になったり不安とか全然なかったんでしょうか？いや、特にそれは心配なかったですね。あ、もうじゃあそれは最初からそういうもんということで。ああ、そうですね。もう決まっちゃった。あ、前半後半で書けるわってなったら、もうあとは、はい、ここは全然間に合わないですね。うんうんうん、なんか、二部構成にしたかったのに、プロット頑張って書いたら三部構成になっちゃったぞ、みたいなことはたまにあるんで。ああ、なるほど。それに比べたら全然。今回はその、まあ、プロットの話、冒頭もありましたけど、でも、もう当然もちろん二部ではあったんですよね。あ、はい、それは。なんか、せっかくなんで、ここだけなし、これ見てる方、聞いてる方、まあ、読んだ方もそうでない方もいるんで、話せる範囲でいいんですけど、なんか完全にその、まあ、連載時ですらなかったけど、最初に考えた時は実はこうだったみたいな、まあ、ちょっと裏話していることってありますか？ざっくりしたことでもいいですし。多分なんかあれじゃないですかね。施設に、その教団施設にいる、はい、子供を助け出すっていう、後半と前半と後半がちょっと、ある種、同じといえば同じ話をもう一回みたいな思考は前半はあったような気がするんですよね。あ、そうなんですね。今度は大人が子供を助けるっていうか。ええー、面白い。最初に送ったプロットはそうだったじゃないかな、確か。はいはい。あ、でも意外と、確かぐらいな感じです。なんか沢村さんも全部きっちり覚えてるのかと思ったんですけど、意外ともういろいろ変わってったら。結構はその後直されたんで、直されたから、こうしてくれって言われて、散々、ね、何書いてもダメだったんで。結構苦労したんですね、ぶっちゃけ。で、それ、しかも、レース、なんですか、送ってこれでいきましょう、このプロットでいきましょうって始めたのに、はいはい、それも、連載中に変えたし。で、連載終わったらやっぱ結論を変えましょうって言われたんで、もう、何回変えたか覚えてないですね。はいはい、あ、じゃあまあまあ結構、まあそういう意味では、ある意味思い出深い作品ですね、これは。ああ、それは思いますね。はい。すべての中で一番そういう意味では苦労した作品と思いますかね。苦労、そうですね。うん、自分の中でかなり、課題は残るって言うとなんかお客さんに対して失礼だから。あれですけど、うん、いやでもなんか変な話ですけど、沢村さんが差し支えなければその課題せっかくなんで、よかったらなんかそれもざっくばらんに聞かせてもらえたら、見てる方も
まあ、嬉しいっていうのも変ですけど。そうですね。今度はちゃんと編集者と喧嘩しようと思いましたね。ああ。いや、もちろん必要とあればですよ。はいはいはい、はい。それがわかんないですよ。僕でも、その、うん、別に大間違いをしたつもりはないんですけど。もちろん。はいはい、はい。本当にその作品のために議論したのかっていうところは自分の中で胸を張っていないところがあるんで。うん、あの時やっぱ眠かったのかなとかいろいろあったんですよ、ね、眠くてうんって言っちゃったのかなとか言わないでほしいですよね。まあでも人間だから意外とありますよね。そうで、ね、で書くことになってあれこれ違うんじゃないかってなったなとか、はいはい、色々悩みもあったりしたんで、うん、ちょっとそこは詰めていかなきゃ、そこで詰めるなんですか、向こうが議論をしてるんだったら、うん、こっちも議論したって全然だろうっていう、そう、ある意味これも見て聞いてくださった、そういう意味でもちょっとね、逆にあの気になって読んでみたくなるかなとちょっと今ざくばに思ったんですけど、ちなみにこうストーリー、まあ二段構成二部構成ということを決めてストーリーって話あったと思うんですけど、この間あのテスカトリポ書いた佐藤健さんにもお会いしたんですけど、彼はあのゲシュタルトブックってなんかスケッチブックみたいなものに新聞記事とかいろんな気になったものを切り張りして、そこから着想してこうどんどんストーリー膨らませていくみたいなものを彼はやってってるらしいんですよ。なのでなんかそういう意味で沢村さん的になんか いつもあるものなのか、今回に限って分かりませんけど、なんかこうストーリーをこう作っていく上でなんかいわゆる技法的なものじゃなくて、いやいやある程度見えたらもうどんどん書いていくんだよなのか、まあプロットっていうところでさっきあったと思うんですけど、沢村一はこの邪教の子をどうやってもうちょっと作ったのかな、ストーリーみたいなものを伺いたいなと。いやもうひたすらぼーっと考えてますよ。机に向かって考えるか、うん、ああ、まあでもあれですね。家族と雑談したりなんかしてるときに、短編の場合はそれで思いついたりしますけどね。ああ、そうか。僕もなんかで見ましたね。家族と雑談でってあった。それでこう、まあ、雑談というか、まあ、ブレストに近い形ですね。これこれこういうこと考えてるんだけど、つって、はい、頭の中だけで考えるよりも、意外と考えてるんだけどって話して、はい、家族と話してるときの方が思いついたりしますね、うん。エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問、番組へのご感想を取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード概要欄の URL からどしどしお寄せください。またいただいたご質問等は月末の YouTube ライブでお答えしていく予定です。今月のライブは2月の28日の夜19時からです。皆様のご参加お待ちしております。そしてですね、早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェ、今月もやります。今月は、2月の16日、明日ですね。そうですね。の、19時からズームにて開催いたします。今月もなんとも興味深い本をセレクト。そうですね、はい。今月は、津波の霊たち 3.11 死と生の物語ということで、タイムズの東京支局、長のですね、リチャード・ロイド・パリーさんが、震災直後から6年にわたって現地に行って取材を続けて、書き下ろしたルポで、世界的にも評価されている、本です。で、まあでも明日、ということなので、今これ仮に見てね、QR会ちょっと興味あったけどもうテーマもね、なかなか軽いテーマではないし、今から読めないしって方もいるかもしれませんが、いつもお話していますが、本あの事前に読めなくても、ね、全然 OK ですね。マナさんもいつも参加してくれてますけど、はい、その中でね、みんなでいろいろ気づきや、学びだったり、まあ、気づき学びというとまた重く考えちゃう人もいるかもしれませんが、まあ、楽しくね、あのワイワイ話しながらいろいろやる回ですので、この本読んでなくても参加できますので、興味がちょっとでもある方はぜひ明日遊びに来てください。はい、お気軽にあのお酒片手にでもお楽しみいただければと思います。2月の16日水曜日19時から明日ですね、よろしくお願いいたします。さあそろそろお別れの時間がやってきましたが、もう最近毎日寒くて私は布団から出たくないんですけど、相変わらず早川さんは早起きしてランニングをしてるんですか？そうですね、まあ、ランニング朝はさすがに寒いんで夕方ですけど、まあ起きるのは5時半からでも最近ね、やっぱちょっと5時半きつくてですね、人間って本来やっぱり冬眠したい生き物なんだなと思ってですね、15分ぐらい苦悩を続けて、まあ、5時45分には、起きるようになっていますが、まあまあでも起きますね。でもやっぱり寒いと起きにくいから、うん、まあ、寝室の隣というか、あの遠い面が僕自分の書斎なんですけど、そこすぐ、うん、まあ本当はタイマーかけときゃいいだけの話ですけど、それもちょっともうめんどくさいので、起きたらすぐ、エアコンガンガンつけてですね、暖かくして、うん、でその間に僕いつもモーニングルーティンがいくつかあるので、先週かな、うん、話した先々週かもしれませんが、あの鼻うがいをしたりとかね、あ朝にやってらっしゃるんですね。そんなことを、まあ、朝も晩もしてるって、そんなことをしてるうちに、
部屋が暖かくなって、そこから、まあ、エッセイだったりいろいろ書くみたいな、そういう感じですかね。なんか早川さんの話聞いてると私の生活の怠惰さが露呈して、いつも恥ずかしくなるんですけど、だから僕なんかストイックに見えますけど、僕はこれが好きなんですね、はい、逆にやめちゃうと気持ち悪くなるという感じ。私も早起き頑張るので、YouTube 見てくださってる皆さん、全然やる気ないね、全然早起きやる気なさそうだね。やる気ないですけど、ちょっと皆さん一緒に頑張りましょう。いいんじゃないですか、はい、タイプがありますから人にということで、また次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。さよなら。